ファルコンリリーは相性的にはどうなんですかね。お互い戦えなくはないとは思ってるんですが、これがチェフリーへ。多分おそらくこのカードはナエさんがクラウド出したくないので気づかたような感じには見えましたけど、これはお互いにちょっとお互いに早いのに実況がなかなかついていきにくいですけど、お互いにバナナを出すが殺虫剣掴んでダンパナのキャッチ、空中で救って様子見をするが、切り返ってくる。ポップガンバナナ。空中でも判定が強い。こちら前ですね。マルコスさんのファルコンはよく見かけるんですけれども、ナッチャンさんのリリーというのはなかなか見たことがない。どういう立場回りするんですかね。なかなか結構丁寧派の立ち回りしますけど。そうですね。対するこのマルコスさんって人がこう確認行動がすごい上手な方で、駆け上がりとかも反撃指導当てからどんどん火力取っていくっていうファルコンです、はい、ちょっとこのパーセントはどうなる、膝も当たらないぞ。圧力に倍で返ってくるがファルコンナックル、ファルコンこのナックル強いですよ。強気 78% がスタフリップ掴んで、逆にこのナッチャンさんはどうやってバーストするか、オーディーはなかなかバーストできないですけど、まあ、場外出してからこのバナナを使って読み合い、さあ復帰阻止の展開だがしっかりジャクジャク、崖からの読み合いはどうなる、ジャンプ上がりからのつかみ、膝は当たらない、当たらない。いやそろそろファルコンバーストしないと、あっとこれはファルコンダイブうまいぞ、すごい。崖はどうなる、崖のジャンプ上がるよ、何も変わらず空で展開を持ってくる、上級は入らず上上上上、ファルコンどうやって降りるか、あと空後で当たってしまう、崖は横級は入らず下級、おっと後ろ掴み、これ技もリリー死んじゃうぞ、フリップ179、多分そろそろ掴みでリリーはバスレイできるんじゃないですか。逆にもうこれファルコンナックルで死ぬんじゃないですか。これホカホカマックスのファルコンナックル怖いですが、これは前投げ後ろ投げでリリーは殺す、あとネスも当たんないぞこれ、あとリリーこれどうやってバスレイとクーマイはこれまだバーストしないぞ、ファルコンこれ残りますね、もっとクーマイうまいぞ、この側がりしっかり見てクーマイでバーストメーパー対 79、 これはそろそろまあ膝入りますからこれ、ちょっとファルコンこれあんまつかないで分かるんですけど、すごじゃあ、いやもう投げからは入らないんじゃないですか、このパーセントはもう入らないですね、バイル返ってくるがファルコン足速い、うんと上強下目となるがしっかりゲーム取っている、駆け上がりかこのジャック効いが非常に強い、ジャックが強い、なかなか上がれないがそこは一旦上がってしっかり上がってきて横強かわすが明日は今日ベクトルがえぐい1本目を制したのはマルコス・ファルコン、ファルコン、あ、すいません、ちょっとこれ、勝利数のカウント間違ってました、すいません、これでいいですかね、マルコスさんが1本選手、ナイさんは、ナクチャンさんは、リンク、初めて見ました、ナクチャンリンク、この配信台でいろいろ出していく。あれマルコスさん、マルコスさん勝ったから最初マルコスさんキャラ固定で次なっちゃんさんで、さて どうなるマルコスさんどうなる、どうなる、どうなる、お互いにキャラはいろいろ持っているか、何マルコン、おっとクラウド、やはりメインに落ち着くか、落ち着きますね、
選ばれるステージは戦場。戦場。いやさてこのカードちょっと私ちょっと個人的に見たいカードだったんでどうなるか聞いてますね。そうですね。リミット版で。リミット版で。なんで DA。DA。はい、DA 重ねて。クラウド空上で降りてくる。上強上強空上空上まだ入る。一気 68% まで稼いでいったクラウド。このなっちゃんさんのクラウドっていうのはこう一回浮かせてからもう空上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 でもうとにかく着地させないっていう。本当に着地狩り徹底してね。一回浮かされると本当に先ほども 68% まで来ましたけど本当に高火力まで稼いじゃうんですよね。そうです。もうこれもう強切り死んじゃいますよこれ。逆にもうファルコンはこれもう膝当てるしかないですかね。そうです。ここ復帰阻止で歩を当てるか回避見てく10名と。さあ今度は回避見ずにファルコンダイブをきちんと下距離変わりますね。そうですね。膝は当たんない。ナエさん奥上上硬いですね。あとここで強切りぶっぱなし半角は何も取れない。つかみから空母火力は安定的に着地するクラウド。先見るが上気は当たらない。おっとこの横綱何を見てる。まさかバーストするとは。さあ 33% で返ってくる。DA 浮かして大上ファルコンダイブかなり見えてはいますね。さあ上ヌエかけすこんだすが空射強い。あとジャンプがない着弱66、63と70か。あこれ今のパフが当たんなかったらまあよかったですかね。これまだ強切りは死なないかな。ただ着地でこれクライムハザードですか。ジャンプ残してる。使わない。あとこれ多分ジャンプないぞ。あ、あるか。上？つかんで後ろ投げ。さあこれはもう分からなくなりましたね。多分上空中上。ちょっと待って。空中上で浮かして空中上。さあファルコン降りれない。ここ一旦崖に逃げる。もっとぶっぱなしていったやめて。7番大構成の CD お願いします。勝利をもぎ取っていったのはマルコス・マルコン。あれガードされたら強切りで死んでましたけどね。やはり勝つ策を通していったマルコス君が勝ちと。